2009年のカタルーニャグランプリはロードレース世界選手権の2009年シーズン第6戦として6月12日から14日までスペインのカタロニアサーキットで開催された。全クラスとも決勝はドライレースとなった。125cc クラスではフリアンシモンがレースをリードしたままファイナルラップに突入したが周回数を1週間違いしたシモンはゴールと思って 喜びを表し、スローダウン。その隙に2位につけていたアンドレア・イアン・ノーネがシーズン3勝目を、さらっていった。その後シモンは間違いに気づいたが、表彰台をも失って4位に終わった。レース後、勘違いの原因としてシモンは、コントロールタワーの電光掲示を上げた。250cc クラスでは、アルバロ・バウティスタが後続を離して、レースをリードし、シーズン2勝目を上げた。 7秒差の2位には、ファイナルラップにエクトル・バルベラとのバトルを制した、青山・博和が入った。モートジッピークラスは、フィアット・ヤマハの2人、バレンティーノ・ロッシとホルヘ・ロレンソのマッチレースとなった。結果は、ファイナルラップの最終コーナーで、ロレンソをオーバーテイクしたロッシが0.095秒差で、シーズン2勝目を挙げた。3位には、アンドレア・ドビス・オーゾとのバトルを制した。 ケイシーストーナーが入った。この表彰台に立った3人がポイントランキングでは同じ106ポイントで並ぶこととなった。ありがとうございます。